はい、どうも大桑職人です。今日なんですけどね、まあこの個体は 89.6mm のせの SR 血統なんですけど、はい、非常にね、まだね 89mm かってね思うぐらいなんか すごいね、うん、完成度の高い 85mm ぐらいのね、うん、なんかディンプルも全然シワもなくね、うん、すごく非常に綺麗な個体なんですけど、はい、まあこのね、うん、個体が、まあ、なぜ羽化してきてくれたのかみたいなことを考えながら、まあ大型超大型のね、うん、幼虫はいっぱい出るんですけど、まあ、なかなかね各地で、まあ、羽化不全してしまって、大きい幼虫は出てもなかなかね羽化不全してしまって、悲しいね思いをしている方の、まあ、特徴というかね、まあ、幼虫の管理だったりとか、あとはまあ羽化させる時の、まあ、そのボトルの状態だったりとかにね、まあ多少なりとも共通点はあるのかなと思ったので、まあ、僕なりにね羽化不全してしまう特徴みたいなのをね、まあ、そういった共通点みたいなのをね話していこうかなと思います。はい、いきなりねこれ汚いでしょこのボトル、はい、これもねダメですね。はい、コバエが湧いてます。このね、うん、このボトルもやばいです。はい、大きい幼虫をね作っても、こういったね、まあなんていうのかな、菌が劣化してたりとか、まあ、雑虫が湧いてるだったりとか、はい、そういったところで飼育をしてしまうと、まあ羽化も含めてですね、こういったもうこれ菌糸の中に雑菌がねもうこんな感じで、うん、劣化してしまって雑菌が湧いてしまってるっていうようなね状態なんですよね。はい、まあ、幼虫はねこれは WF1 個体、あ、じゃあこれはワイルドからのあれか、あ、なので WF1 個体ですね。はい、まあワイルドはなんか比較的ねこういうのに全然なんていうか劣化したボトルでも全然ね羽化不全、はい、してこないねなんか力があると思うんですけど、まあもともと持ってるその羽化力みたいなものはワイルドをねやり始めてから、まあ、大型血統と比べると不全の率がね非常にね低いです。羽パカだったりとか、あとはね顎ずれだったりとか、また羊羹不全みたいなものも非常にね少ないと思います。まあやっぱりね自然で生き残ってきた、うん、なんていうかな、すごい、まあ、過酷なね劣悪な環境でも、まあ、生き残った個体のまあなんていうのかな子孫たちっていうことで、まあ、非常にね強い個体たちが、まあ生き残ってる、うん、ので、まあ、その1代目っていうことは今みたいなねこういった劣化した、うん、ものから、まあ、新しいところに移し替えたんですけど、まあ、問題なくね羽化してきて、うん、くれてます。これもねものすごくね劣化して小映えの湧いてるボトルなんですけど、これもねWF1 ですね、山形県産の WF1 個体ですね。はい、あ、すみません、これ WF2 ですね。はい、なのでまあ F2 なんですけど、はい、非常にね、うん、こういった劣悪の環境でもこれね僕は不全してるかもって思ったんですけど、はい、まあ、こういったボトルでもね全く、うん、なんか問題なくね羽化してきてくれるっていうのがワイルドの、まあ、なんていうかな、自然の持つね、まあ、本来の羽化力みたいなものがあると思うんですけど、まあ、それとね比べると人間の元でねぬくぬくとずっと育っていった、まあ言ったらねペットですよね、大型血統たちは、はい、すごくねまあ、甘やかされて育ったというか、自然のね、うん、厳しい環境で育ってない子たちは、まあ、やっぱりね羽化する力がねこういったものと比べて非常にね、うん、環境になんていうのかな左右されやすいなっていうふうに思います。これはね、あ、終わったと思ったんですよ。まさかね、うん、羽閉じてね、しかもサイズもね72ミリというね、うん、もう巨大なね、うん、ものがね羽化してきてくれたんですけど、まあ大型血統のね野生SR とか今出回ってるような大型血統で、まあ、こういった環境でねせっかくね 40g 近いねでっかい幼虫作ったら、まあ間違いなくね不全すると思います。はい、まあ
持ってるね羽化力っていうのは血統の中のね、中でも、まあ、羽化力が強いものとそうでないものもいるんですけど、やっぱりねこういったワイルドと比べると弱いと思います。はい、羽化不全する率だったりとかもね、すごくね弱いっていう風にね思うので、まあ、なのでねもう1本目のボトルから食根にカビとか出るじゃないですか。ああいうものがあるとやっぱりね、すごくね羽化に影響してくるなというふうに思います。あのボトルがすごくね食根がなんか真っ黒だったりとか、あとはなんか青カビが生えたりとかっていうね個体がワイルドの子たちはねなんかなんていうのかな、そういったものにあんまり影響しないようななんかね、力をね持ってるように感じるんですよ。ただ大型ケットの場合はそういったものに、まあ、負けてしまうというか、そういったカビだったりとか、あとはまあこうコバエだったりとかね、コバエは沸かさないことがね大前提なんですけど、まあ、そういったもののね影響をね受けやすいなと思います。はい、なので、まあ、1本目にねその大型ケットの場合は、まあ、カビだったりとかがね食根に出てきた場合は、リレーのボトルのリレーの本数を増やして、でまあカビをね薄めてあげるというか、薄まっていくんですよ。ボトルの交換の回数を増やすと、はい、食根にね青カビがねどんどん出なくなっていくんですよね。新しいボトルに入れ替えてを繰り返していくと、はい、で雑菌とかカビとかがね出たボトルをの食根をね次のボトルに入れてしまうと、またねそのカビがねそのなんていうのかな、その同じようなカビが新しい環境にもね住み着いてしまうというか、幼虫のね腹の中にいるのかな、あれちょっとよくねすごい細かいことは僕もあまり分かんないんですけど、なんていうのかな、ワイルドはねそれをなんていうのかな、自分の力で消す力がね、なぜかね備わってるんですよ。はい、まあ、バクテリアの関係なのか、その幼虫のね持ってる、強さみたいなもので、はい、そういったことができるのかっていうのはちょっと細かいところはね、分かんないんですけど、ただね大型血統の場合でもボトルのね、本数を増やしてあげる、カビが出てしまったりとかしたボトルをなんていうかな、ボトルの交換回数オスだったらね4本ぐらいで羽化させてあげると、最後の方はね、そんなになんていうかなカビの影響を受けずに、羽化不全もね、しないようなね綺麗なね環境で羽化することによって、羽化不全はね防げるんじゃないかなと思います。本当にねワイルドとやり始めてからワイルドは本当に非常にね強いなと思います。食根にね青カビが出ててもあれなんか消えてるっていうねことがあるんですよ。ただ大型ケットの場合はね、そういったことがねなんていうのかな、なかなか自分のだけでのね力では消せないのかなとか、やっぱりその人間の元で育ったものと自然界からね自然の過酷な環境でね育ったものとではやっぱり元々のなんていうかな力みたいなその生命力的なものがね違うのかなと思います。はい、これね90ミリの同腹個体で、羽化不全してね星になっちゃったんですけど、これやっぱ溶質がね汚いんですよね。これでちゃんとね雑菌とかがないようなボトルで羽化させてあげるとやっぱね溶質が綺麗なんですよね。この再発菌するんですよ、幼虫が固めたその溶質を作ったところからうっすらね白いね膜が張ったりとか、本当にねその無菌状態みたいな感じの場所だとそのねキノコの、菌ので他のね菌がない状態だとこれもね、この個体も不全しました。はい、これもね溶質のほどのボトルのねここすごいカビが生えてきちゃったりとかして、やっぱりね、こういった多少なりの影響があるとディンプルだったりとかねひどい場合には羽化不全します。はい、せっかくね大きい幼虫作ってもそういったところをねちゃんとねなんていうのかなこっちがコントロールしてあげないとやっぱりね大型はね羽化してこないのかなと思います。せっかくね大きい幼虫を
作ったならばやっぱね宇賀不全させたくないですよね。なのでこういったね、ところにね注意して飼育してあげるとよりね宇賀不全、まあ絶対しないってわけじゃないんですけどする確率はね下げれるのかなというふうに思います。はい、宇賀不全してないねものと見比べるとこれね 89.6 便なんですけど前の写真は宇賀不全した子なんですけどこの個体 89.6 ミリは羽化してるんですけどやっぱね綺麗なんですよね。はい、まあ、若干ねさっきは焦げ茶だったけど薄茶ぐらいな感じになりましたよね。でこれでもうちょっとね薄いというか菌がいないと菌糸がね再発菌して白くなるんですけど、まあ、それがね、一番ね理想というか、はい、そういったね雑菌の影響を受けないね、環境で羽化させるってなるとはい、まあ、これでもね少しね雑菌噛んでるのかなと思います。はい、ただねこれはアウトブリードの子だったのでやっぱりね血がねまた新しくアウトブリードでかけるとやっぱね羽化力とか強くなるのかなと、多少思います。そのインブリードだとね血が濃くなるのではい、アウトブリードだとねやっぱ雑種の犬って強いじゃないですか。はい、まあ、雑種まではいかないんですけど新しいね血が入るとはい、体ねやっぱ強くなると思うんですよ。なのでこれ 89.6 ミリなんですけどまあすごくね非常に綺麗なね個体が羽化してくれたのかなと思います。はい、まあ、なのでね一概にそれが全てのね羽化不全してしまうカビだったりとかね、そういった要因だとは断定はできないんですけどまあその確率論として羽化不全をなくすのであればそういったね環境を整えてあげるっていうねことがね重要なのかなと思います。はい、まあ、そういったね飼育技術の部分において、まあ、やっぱりね大型を羽化させるっていうのはねそういったところまで気を使わないと、まあ、ワイルドはねやっぱり、やっぱ強いんですけどやっぱ人間の元でぬくぬくと、言うても禁止とかそういった環境ってやっぱり外敵とかいないですしあとはまあ自然界のねにはいろんなカビとかがいるんですけど、まあ、そういったものからねに打ち勝ってきた、まあ、ワイルドと比べるとやっぱりこう血統もののオオクワガタは、そういったものと比べるとねやっぱりね生命力とか個体としての弱さみたいなのはあると思うのでなのでねこちらのその飼育者がなるべくねその劣悪じゃない環境を整えてあげるっていうのが、まあ、羽化不全をねさせないことにはね必要なのかなと思います。はい、まあ、もしね羽化不全してしまった時にそういった環境要因が、まあ、全てクリアしてた場合だったらその血統の持つ力がね弱いんだっていうねことに、まあ、要因をね特定できたりするんですけどはいそういったねもともとすごくちゃんと羽化できるようなポテンシャルを持ったものでもそういった、まあ、環境が悪い場所だとね羽化不全してしまって、まあ、その血統があんまり良くなかったんだみたいな、ところに何ていうのかな結論付けられてしまうと、まあ、もったいないのでなのでね、まあ、そこの環境要因みたいなところは全てクリアしてあげることによって。まあ、次のねステップにつなげていけるんじゃないかなと思います。はい、まあ、なのでね、まあ、ボトルがね劣化してたりとか菌糸がすごく劣化したらね、まあ、ボトルをね交換してあげましょうというねことです。はい、なのでねしっかりその状態とかをね見てカビとか生えてしまったりとかしてたらまあ、すぐじゃなくていいんですよ。ボトルのねリレーの回数を増やすことでそういったね雑菌みたいなのがね薄まってったりするので、はい、なので、まあ、そういったところをね、しっかりと見てあげてで、まあ羽化までね大きい幼虫を持ってってあげるとこれ90ミリなんですけど、まあ、こういったね子がね羽化してきてくれる確率は、まあ上がるんじゃないかなと思います。はい、まあ、なのでね大きい幼虫を、まあ、羽化できない人っていうのは、まあ、共通点としては、まあ、そういった環境の部分、っていうのが、
一つのね要因としてあるのかなと思います。はい、なのでそういったところをねしっかりと整えてあげるっていうことをしてあげましょうということで、はい、今回のね動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。